皆さんこんにちは、シューポンキノコです。こちら、青鬼3、拓郎編のラスト、個人地下の千手観の鬼戦です。拓郎と千手観の鬼も、速さは同じなので、タイミングよく感覚を取ると、こんな感じでぴったりストーカーしてきます。なんかすごい絵面ですよね。くるくる回ったりもできちゃいます。注意なのは、右を少しでも離した瞬間にやられます。同じ速さでぴったりくっついているので、ちょっとでも止まったり、ぶっかかったりしてもです。散歩しよう。横向くと千手観の鬼の、っていうもので拓郎が隠れちゃう。出口に向かいます。からの、逆走。ミカが見たら、焼きもち焼きそうな光景だな。このまま入り口の方まで戻っています。もう一回ビービー。しかし選手間の鬼もよくついてこれるな。ん？追ってこないね。まだちゃんちゃんなってるけど。ちゃんちゃん消えた。そして千手観の鬼も、消えた。もうあとは自由に散策してください。ただし、千手観の鬼がいようがいないが、ここを抜ければ、最後はこの崖でやられます。やり方としては、距離がギリまで待つのですが、ぴったりくっつかないと。こんな風に後ろにつかずに、上下になっちゃいます。そうすると、ここで瞬間手を離して、近づいてもらって調整です。あ、失敗しちゃった。何回かやれば慣れると思います。千手観の鬼と一緒に、散歩したい方は、ぜひやってみてください。ストーカーする千手観の鬼を、やってみました。それでは動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。